大河ドラマ鎌倉殿の十三人がより面白くなる歴史解説です。さて先生前回は。三田将軍の実朝が殺されてしまいました。というところでしたね。うんはい、そうですね。はい。あの鶴岡八幡宮の石段を降りてくる時に。う斬り殺されたというのがう実朝の暗殺事件ですがね。今日はね。少しその暗殺事件そのものの。<い>少しあの。 紹介のののたための資料が足りなかったのでねうもう少し細かく実況見分してみたいとあこれ楽しみですね <laughs> <laughs> 思いますが、はい、その前に、まあ、上級の「辺にいよいよ近づいてくるんですがね、うん、この上級の「辺というのか上級の「乱」というのか、ね、表記が、はいはい、これ上級の「駅」っていうのもあるので,すよ、ね、<う>でこれどれがいいですかちょっとこう聞かれたことがあってですね、はい どれででも同じなんです今うん、うん、だから上級の乱でいいんですが、はい、どちらかというと上級の塀っていうのはね戦前、うん、天皇陛下が反乱を起こすっていうのはおかしいでしょっていう、うんうん、その天皇陛下への対するねだから反乱を起こすっていうのは天皇陛下に対して反乱を起こす連中のことを指すわけですから上級の 乱というのはおかしいんじゃないのかっていうのがまあ戦前までのね言い方でうん、うん、戦後も当然そういうのがちょっとしばらく続くんですけどね僕は個人的に自分がこの上級のまあ変と書いてありますが、はい、これで覚えてきちゃったんですねあでこちらでそうそう人に二人いる上級の変とこう覚えてきちゃったと、うん、思うんですからねところがまあ今の人たちはどっちかというと上級の乱というふうに言うと思いますうん、うん、まあ じゃあ、なんで変が変となんて違うのってことになりますけどね。はい、さっき言ったような理由があって、あまりこだわる必要はないと思うんですけどね。まあ、こだわりたい人は、そういういきさつを少し考えていただければというふうに思います。まあ、うんはい、まあ、言ってしまえば、どちらでも。まあ、そう、僕は構わないというふうに思ってますが。そういうことですね。はい、これじゃないといけないということはないですもんね。そう,そうです。はい。わかりました、はい。ということで、はい、まあ、上級の辺、出きたいと思いますが。うんうんうん、お願いします。 あのここに写っているこれは鳥羽上皇ですね、はい、こ,のこの人、はい、最後対決するのは北条義時、うんはい、この方でこの絵はね実はつい最近80年ぶりに発見されたというもともとあった絵巻があったんだけど、はい それがどこに、どっか消えちゃったんですね。消えちゃった。うん、それがまた、元のところに戻ってきました。え、ミステリー。すごいミステリーですけどね。今度は。ううニュースでなってましたよね、これ。高野山の方に戻ってきた。で、それを。広げた時の絵に。唯一の義時の絵が描いてある。とい、うん、で、この人ね。肖像画だとか、そういうの残ってないんです。<ー>だから、唯一なんですよね。まあ、ま、今日はちょっと特別に、これを持ってきました。うん これはね、上級期というね、上級の記録という字を書きます。ああ上,級上級期という資料があるんですが、その絵巻です。これ、本当は見たかったんですけどね。はい、ちょっと僕はあの、これが発見された後にやった。その関西の方で展覧会やったんですけどね。はい、行けずに、で、せめてその時のその図録をと思って、はい。 申し込んんだらもうありませってて言われ人気さすがもう見たい人たくさんいるんだからねたくさん増刷してくださいよとそれからその各ねその美術館だとか資料館が作るいろいろ研究物を集めたこの図録みたいなあるでしょあれねもっと一般的に販売してくれないかなとほんと個人的には先生個人的にはあの岡崎のものでもそうなんですけどね内容の優れたものが 山ほどあるんですだからそういうのを少し一般の書店でも販売できるようになるといいなと思っていますうで手に入りやすいですもんねそしたら興味ある人が余計なこと言いましたさあこの中身に入っていきますがその実朝の暗殺事件もうちょっと細かく見ていきますお願いしますは願いしますお願いしますお願いしまいしょうか。ということでね資料資料おやいぱり中心にいきたいと思うんですよね ここまでやりました、はい、どん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 官位が上がってくるんですもう驚くほどの速さで上昇していく、はい、で憲法6年の正月にはですね京都の使者がやってきて「権大納言に任じしめたもう」の「よし」って書いてあるね「権大納言」というともうものすごい高いくらいになってきます。はい、そしてついにこの 二ヶ月後ぐらいですよね。頼朝と超えちゃいます。うん、頼朝が右大将だったんですね。はい、右近の絵大将と言います右大将というのは左近の絵大将と右近の絵大将というのは、うん、天皇陛下を守る人たちの大将です。うん、で右よりも左の方がね暗いはちょっと上なんですよ。うん、でよりは右近の絵大将だったんです。うん、右大将ところが 実朝は憲法6年の3月、ね、2か<ー>月後、ね、この人猿6日の辞書、うん、これは辞書というのは、まあ、天皇陛下だとか、まあ、朝廷がいわゆる出した命令書みたいなものを言いますを持参しました将軍家ほら、うん、左近の大将を兼任せしめたものと大納言左近の絵大将、うん、つまり よりとも超えたんですよもうねこの官位がどん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 上昇していくことについて、うん、みんな手放して喜んでいたわけではない、うん、これ誰が向こうでやってるかというと上皇がやってでこの年の12月には右、うんはい、大臣に就任つまり右、うん、大臣左大臣というのは、はい、もう 天皇直属の右腕、うん、左腕に就任武士としては初めての官位ということになりますがまあここまで上がってきた、うん、で承認を祝うこの承認を祝う、まあ、要するに右大臣就任を鎌倉の鶴岡八幡宮にご報告してくださいと拝、うん、賀のため、はい、そのためにねわざわざ後鳥羽院の方から 装束やそのの時に着るもの、はい、それから車ね塗りの綺麗な車などが送られたんですね、うん、でこれに乗って鎌倉に行った初番宮、うん、そこで殺されちゃった、うん、なんともう皮肉な殺され方ですそうそうそう,そうだから本当に暗殺されるねその前年からその年にかけてはね、うん なんんかびっっくくりするぐらいがが上がってくるんですよんで不吉な出来事もねお<や>書いてあった、うん、憲法7これ、はい、正月、ね、第25にして書いてあるね、うん、これ「馬」「右馬」って書いてあるね、うんえー、馬の馬の権の頭って言いますね「<は>馬の、うん、右馬」って書いて「馬の権の頭、まあ」これも官職なんですが「うん、よりもち」。 頼重というふうに、これはね、二種類書いてあるんですね、これ。頼重っていうのって、頼持っていうのをね、うん、同じ資料で、二種類書いてある。うん、不思議だったな。<laughs> まあ、僕はこれ頼持だと思ってるん,んですが、阿蘇、はい。うん、この人は、源頼重と言います。うんうん、まあ、あの摂津源氏といって。あの頼朝の系列とは違う源氏なんですけどね。うん、鶴岡、あ鶴岡部に、三浪須。 その時ね、夜拝殿にひざまずいてずっと法を施しきっと何かやってたんでしょうお祈りをしてたんですが立て祭るの際一瞬の眠りの中に寝たら鳩が一羽出てきて夢に。午前の前にいるで子供が一人その傍割にいたで 少ししてこの子供が杖を取ってその鳩を叩いて殺したっていうんですよ撃ち殺す次に天宮の仮犬の天宮っていうのはその人のことでしょ仮犬を着てたんだけどこの仮犬の袖を撃ったこのおかしなねえおかしな夢を見たなと今朝その庭を見たら病程に 鳩の死骸があったっんです、えー、怖いで見る人ねこれをね怪しむ嫌ない,い出来事だな不吉なことだなと言ってるのがさ実朝が殺されるちょっと前だったの。<ー>で恩占いがあって安定、うん、り方って書いてあるねとうん、うん、不快の趣を申うと運のうん、うん、これがねこの「馬の権の神、うん、頼重」っていうのはこれは宮本頼重ね源氏の血を引く。 あの在京の京都にいる鎌倉の御家人なんです、うん、天皇に仕えています実朝の右大臣配下のため京より鎌倉に来ていた、うん、でねこの「吾妻鏡」ってね読むとね、うん、何か事件がある前ってね必ず不吉なことがいっぱい出てくるんですんそれって本当先生 いや後から取っってつけたもんだね <laughs> きっと前もなんかそういう説明がありましたもんね。そうそうそう、うん、あの実朝の前の頼家が最後倒れたりしたとかあの時でも不吉なことがいっぱい書いて、うんはい、今回もね不吉なことがいっぱい,い、はい、書いてある、うん、一番不吉なものを見たのが「うん 時だったんですけどねなんかちょっと怪しげ怪しいうこ怪しい。こういう傾向にあるってことが時代を反映してるってこともあるし科学的じゃない部分もあってね非常に面白いんですけどもね僕から見るとさあこの人がね「苦行」というふうに言っていますけどこれ実は工行とも読むんですね。 で、この人の先生がこれあの「御成寺」でずっと修行するって言ったでしょ、はい、大津の御成寺でね先生が「光院」というで「御成寺」っていうお寺はそういう師弟を師からその自分の教え子に教え語を伝えていくという、うん、これは比叡山も御成寺も全部同じ日経っていうのはそういう形をとるんです。うんはい だから密教というんです、はい、秘密に教えるとそのわっと大勢を前にして平等に教えていくんじゃなくて、うん、中で一生懸命やってるなと思うものにこう教えていくんですが名前も与えていきます。で光陰の弟子ですからやっぱり光行というんでところがまあやっぱりこれもね、あのー 鏡は、って書いてあったんですよね、うん、だからまあ「九を九行」と呼ぶようになったんですけど、うんうん、一般的にはね九行って言うんです、うんうん、ところがね大河、うん、ドラマはわざわざ「公行」って今まで聞いたことない言い方さしてわざわざ研究してますよっていう <laughs> あ,あそれでね、うん、ちゃんとね表しておかないとね <laughs> なんか歴史の詳しい人もいらっしゃる、うんまあ、あ,んあんまりそういうことある必要ないと思うんですよね <laughs>、まあ、大丈夫ですか、うん いろんなこと思ってました思ってたことの一つは鎌倉殿実朝様本来なら父がこの場にいるはずだあんな作法によって殺された許すわけにはいきませんぞという思いがあるまだある実時北条のやつらめ全部一蓮托生だよ というのがあるでしょうそれから最後これ大きいから僕は思うんですけどね亡き父の子はつまり頼家の子はあんたおじさん実朝さんじゃないだろあんたおじさんだよと亡き父の子はこの公暁だなるほど自分だとだから実朝さえ死ねば 今度俺が将軍になるんだよということをね思っていたでしょうというまあこれは僕の予想ですでも全て網羅しちゃってるまあどれかなんだけどねでもまあうなずけますよねこれが出てきますこれがねあの非常に最後悲劇的な最後を遂げますがあのこの人が犯人です。ははっっきり分かかてるんですかね ちょっとそれの資料を見てみましょう。これがね、あの歌舞伎で、やっぱりこの、うん。実朝が鶴岡八幡宮、雪の日ですね。はい、降りてくる大きないちょうの木の陰に。工業が隠れている、うん、で、彼が来たときに。 刃を抜いて切りかかって殺すんだというシーンですが。うんはい、実際はこの仲間の層が結構何人かいた。あ,あ、そうですかで。この従者たちもみんな戦った。うん、あ,あ、そうなんですね、はい。こんなことなんですが、古文に書いてあります。やいにゃえび、つまり中田の配画の式がね。うん、結構時間がかかって、夜遅くになった。で、心配のことをわり、ね、ようやく。た出せしめ、え、たまをですね、のところ。 ね、東,東宮別島のア阿雀工業石飼の際に来るのを伺って剣を取り上層をおし立てます上層というのは将軍のこと、はいうん、上層をおし立てまするその後随兵塔宮中に長谷がすといえども、うん、つまり この時にはね、兵たちはみんな門の外にいたんです。うん、中には入れなかったの。うん、ところがなんかあるぞって言った時に、うわ、これはまあまずいじゃないかと言って。兵が中に入って行ったんだけども、うん、まあ、この辺はいいでしょう。あのー、この時にね。上宮の右に置いて、上宮の右ですかね。うん、において、上宮に置いて、別当あじゃり工業。うん、父の仇を打つのよし。うん 名のなるとこの工業を父の敵を売ったりーっとやったんですよだからはっきりとこの辺がね、うん、これもあれですよ「あ吾妻鏡」に書いてあるんですけどね。でねこれ殺されたと言ったけどこの人、うん、この人とても気の毒な人。うんうんうん これはね歌舞伎のあやく刀持ちだったんですよね実朝でも実朝刀差してますからねおかしいんだけど本当は刀指してで刀持ちだったんだけどこの人殺されちゃうんですよ一緒にお気の毒で本当はここにんだああそうなんだ義時がこの時トップですもんそうか分かってたんですそれが。 義時がいないっていうこと時がはそうかだから一緒に殺られるそういうことかんかこういなくて怒りに任せて殺したとかではなくて本当はそっちを殺そうと思って策略したってことですね「そうしろ覚悟!」って言われて「俺は違う!」っておそらくやったと思いますよその歌舞伎んかでそういう場面を作るわけああそうなんですねそれはんでだろうとこの人はい 急に体調崩したんです。このの、の日日に。でもなんかすごい。で門のとこまで刀持ちで行ったんだけど俺ちょっと急に体が調子悪くなったから今日帰るわって言ってそんな軽く軽く帰るわ一緒にたまたまいた源仲明という今一生懸命実朝に俳句を教えてる人「あの人にお前変われや」と。 憲法の7年正月27日、うん、これ晴れ夜に入り雪降る二、うんうん、尺余り積もるって書いてあるね、うん、今日ね将軍家右大臣の廃がのため、うん、鶴岡八幡宮へ御山津と書いてある鳥の国鳥の国ってのはだいたい夕方の6時ぐらいですかねに出たよと行列は千人余りになった結構なただこういう千人ってのは多くの人数という多分 意味だと思いますでずっとね書いてあるんですけどねそんなに千人もいないだろうと思うんですけど宮司の楼門に入り入らせしめたもうの時ですね門に入ろうとした時にこれ右京の長といいますこの人その時右京の長名人はトップですよにわかに心身にご異例のことありには急になんかおかしくなった。 御剣ってて書いてあるね、はい、剣持ちの要するに剣持ちの役を中輝阿尊に譲り、はいうん、退去したま、うん、帰ったうん、うん、神宮寺においてしばらく休憩して御下脱の後、まあ、要するにその苦しみや痛みがなくなったのち小町の御屋敷へ帰らしめたもん。 ささっさと変えてっとてたうんうんでもなんかあったんですかねそういう何、うん、て言うんですか、まあ、あったのあ,あ,っあったのああったのあったのそれが書いてあるあらそれなんかお告げとかそういうんじゃなくてお告げあやっぱり、うん、非科学的ななんかあれですよね、うん、だから、うん、まあこの時代はこんなこんなことでこうね、うん 役を変わったりとかやれるんだなと思って、うん、すごいですね現代無理ですもんね、うん、無理無理無理、うん、<laughs> でこの人が代わりに、はい、殺されてしまいました憲法七年ねで右京の朝大倉薬師堂に猛で保うこれはねおわった後ですよこのボンこれはねこのボンムというのはこのお寺大倉薬師堂というのは 霊夢のお告げによって建てましたよとそうん、つかまつるのところ、うん、去る,去る月27日、うん、つまり実朝が殺された日、うんね、犬の国ね甲府のあの,あのともこうそれに一緒にいた時ですよね夢のごとくにね白い犬をご覧になったと、うん、見た。うんうんうん でその白い犬を見た途端に心身がおかしくなったイランの勘、うん、つまり、あのー、義時がね、はいうん、白い犬を見たでごイランの勘そういうのがあったので剣役を中輝阿蘇に譲った、うん、で伊賀郎あ郎、のー、ばかりをつまりその時に義時はこの伊賀城郎これは三ツ末というと思いますが この人、奥さんの兄弟、うん、以下の方のね今の義時の奥さんの兄弟をだけをその愛伴って帰っていった、うん、二人で帰っていったということですよしかして右京の長はお剣役被るのよし善死兼ねてもって存じのかんつまりだけどもしかしてねこの義時が剣役を やるということはもう禅師つまりこれは興行は、うん、かねて持っても知っていた、うん、その役の人を守りて中明の首を切る、うん、このね人を守りてという表現がちょっと私は理解できなかったんだけど、うん、その役の人を攻撃してって言うんですこれあ守りてなのに攻撃するという意味で、うんうん、そう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 う<ー>で。 おかしいなと思ったんでこの和訳のやつ見たら攻撃するって書いてあったあ、ね、先生はねえ今と真逆ですねだからこっちの方が変なのかやっぱりこっちが変だと思うんですけどね「うん、中明の首を切った」うん「はい。う」の「その時」「か」の時この「銅」の「犬神堂の中に座りたもたまわず飛ぶの。うんうん 犬神様がこの時には道の中にはなかったとこ<え>犬神様を祭っていたのだからはいところが、うん、この事件の時には犬神様はそこになかった<え>で義時は白い犬を見たっていうでしょあじゃあその、うん、それが白い犬になって現れて、うんうんうん、お告げだ。 結果、助けたと。本当いうことなんだけどね義時の代わりに殺害された大学の神の源仲明気の毒な人ですそうですね一生懸命ね俳句を教えてるところ俳句じゃない短歌をねでねちょっとまとめてみるとこういうことが言えるんですよ。急にを崩した時。 将軍お剣持ちの役を中平に譲ったでしょ、はい、お前やってくれっ言ってうん、うん、でこれは何ぜかというと不吉なお告げの白いの犬を見て急にやっぱりおかしくなった、うんうん、不吉なお告げの白い犬。うんうん、代わりに源の中平が殺害されてしまった、はい、だって工業は 義時だと思い込んでたわけですから代わりに殺されたちょうどその時間にはお告げのために混流したお堂にあるはずの犬神様がなかったということを書いてあってんこんな馬鹿なことあるわけないんですこれ。おっと一刀両断 <laughs> だからこのまま信じるのはおかしいですつまりね、これ何を言いたいかというとう 吉時は全く関わってませんよと実朝の暗殺事件には。関わってない。うんだって。急に消えたというのは。なんか怪しいじゃないかと。あ、はいはい。代わりに中村殺されてやる。うん、そうそう。どうも、どう急に消えるんだよ。というのを言い訳してるわけね。お告げ。お告げがあったと。うん。猪神様のお告げがあったから。消えた。自分が。 何かこううんんでたわけじゃないいだよっていうことをねあここで言い訳をしてるってことでてね。お,<ー>お告げとかね、うん、それからね、うん、そのさっきもありましたけど、うん、不吉な出来事「うん、鳩は撃ち殺して死んでむよ」みたいな本当に死んでいたとかねああいうことっていうのはね何かあったことを北条たちのために正当化するために、うん そういう記事が出てくるんです。そうですよね、今までも。そんなのいっぱい出てきます。厚間鏡。厚間鏡ってどうなんですか。だけどね、出てる事実ははっきり書いてます日付もあ何も。そういうことそういう資料的な価値は非常に高いだけど出てくる内容を見て、こんなお告げだとか不吉なことだとか、こんなことばっか書いてある資料は信用できないよと言って読まないっていうのは一番だね。 ああ読まないっていうのは一番ダメ読んでいくとわかるんです、こういったことが。これは北条にとって都合のあんまりよろしくない出来事を。うんそういうことですね。なんか天変地異の。不思議なことに。被、うんうん、ぶしちゃうわけですね。うん、え、でも。<coughs> 北条には都合が悪いことだったっていうことですよね。こういう,ふう。かもしれませんよね。うん、こういうふうにしちゃうっていうことは。えい。ということでね。 こういうのを読んでいくと、はい、よくわからない事件になってくる。え、黒幕？その可能性あるよね。そういうふうに考えてる学生多いですよ。い普通に考えていったらそんな感じですよね。うん、ただね、ただ結局想像の位置でしかない。 実際見てないですからね目で私たちだからこういう状況があるだろ資料にはこう書いてあるだろだから義時が黒幕なんだよだから誰々が黒幕なんだよっていうことをねまあそまあ百発も目とは言わないけどいろんな先生がいろんなこと言いますでも全部それは想像でしかないそうですねだからまああんまりこだわらない方がいい逆に言うとこういうふうに考える人もいるんだねと歴史的な出来事でね 決して楽しいことじゃないけども、どういったどうだったんだろうってことはね。あのいろいろな想像は描き立てられることですので。そうそう。だからそういう材料はこっちでね、僕の方で提供しますけど、あのあんまりどれかにこだわってケンケンガッコと喧嘩するまでのことはないです。ないです。皆さん。はい。はい。次行きましょうか。お願いします。ということでね、ご質問いただきます。皆さん。はい。 であのー、実はこれね、はいうん、実朝を殺害した工業がね、うん、真っ先に連絡取ったのが彼の子こだと<ー>手紙を出した、うんうん、で自分のそばにいた者に持たした、うんねあのー、もう父の仇を取ったと、うん、で今度将軍になったとすれば自分であると、はい、吉田にせよと、うん、行って三浦義村に手紙を出しています。 吉村はそれ見てびっくりしたまあびっくりしたというのかもともとそうだったのかがからないもともとそうだったっていうと吉村が黒幕の説もなるほどやらせたってことですねだって真っ先に連絡取ったこれ三浦義村っていうのは公暁善在という子供の頃に北条政子に言われて目のとになったんですね後ろ盾に。育ててるんです 工業は彼にものすごく心開いてるわけ。うん、で三浦義村であった。うん、なかなかちょっと食えない男ではありますからね。その通りですね。永<う>井秀子さんという作家はね、うん、不思議な男。うん、も,うもう食えない。うんうん、何を考えているかわからない。ないだけども吉村よりあの義時よりも優れているところもある、うん。そうなんです。大河ドラマだとすごい魅力的にねあのえ描かれてるというか。 義時も死んでそのうちに政子も死んで最後は彼だけ彼はトップの座に踊り出ます最終的に頭がいいんですよね頭がいいそう本当に間違ったことはしないで吉村はねその時に「はい、分かりました」と「今私の部下をそっちに差し向けますから一緒に私の屋敷に来なさい」という 返事を出させておいて、うん、で工業はねずっと自分の要するに相棒というのか同じように事件に関わった者の,の屋敷の役宅の中に隠れてるんです。はいうん、で傍らにはね実朝の首持ってたって書いてある。 首を絶対離さなかった、うん、ながらご飯食べてた<ー>もうよっぽどかその首っていうのは大事だったんだね証明するものですのままそうそうそうそそうん、でそういう返事が来て待ってたんだけど来ないもんだから、うん、しびれを切らして首を持ったまま出てっちゃっていうんうん、で最後吉村のあの屋敷の陛下壁の辺まで来た時にその。 迎えに行くと言って派遣された者が結局殺してこいとまあでしょうね。うん、で実はねその前にもうねこういうのが来てる。そしたら義時はねとにかく運も済むのは殺せと、うん、すぐ殺せと。 すぐ殺さなきゃいけなかった事情があったのかなと思うんだけどねなるほど捕まえて尋問すると出てきてはまずい事情もあったかもしれない、ね、だけどあいいわかったということでその自分の部下に即刻殺された黒幕は二人ってことですかいやーいもしかしたらここと義時と三浦と義時と、うんまあ、それがありうるってことだよね仲良しですもんね中、うん、で、首を義時のもとに届けた<ー>だからもう物を言うのはいない そういうことかうんつまり闇の中、うん、闇の中に葬ったのは彼うんだけど相談した相手は義時二人じゃないですか完全にということになるねへ、うんえー最後ね、はい、殺された実朝ですが、うん、彼は一生懸命その知性のことも行ったんですけどね頭のいい将軍だったんです、うん、で和歌を一生懸命書くことによって それは自分の趣味ではあったけど、うん、それだけの教養がある関東の武士坂東武者というのは京都から軽蔑される存在だったの、うん、教養がないということでそこで彼一生懸命ね後鳥羽上皇にも藤原定家にも頼んで送ってもらって和歌の勉強してきたんだよね、うん、でその才能にあふれていて、はい、で彼は近海和歌集という近海、うん、和歌集聞いたことあるでしょ、はい、試験出てきますよ、うん のぶと一瞬かあのか和歌集を残してます。そ,その中で最も有名なのは一句、はい、こういうのが残ってる。これ百人一も小倉百人一首も出てきます。鎌倉歌大臣歌大臣出てる。はい、世の中は常にもがもな、うん、もがもというのはこれであのー、守ってほしい平穏でずっと守ってほしいものって意味です。 そういういものであるぞというこれは簡単のあの一字助詞ですけどね「凪咲小舟天野小舟の綱で悲しも」って聞いたことないですか世の中は常にもがもな「渚咲ぐ、はい、天野小舟の綱で悲しも」うん、この歌を最も優れた歌だといったその短歌俳句、はい、を書く人もいます。 で世の中っていうのはね、はい、常に平穏であってほしいものだとつまり常に変わらないであってほしいものだとそうです、ね、ちょうど渚をこいでいる漁師さんたちがの小舟が小舟の漁師さんたちがね小舟の綱をこう持って毎日同じことを繰り返していますよでねそういうその日々の暮らしっていうのがあってそういうものがあんまりかこう 崩れて欲しくないものだと綱で悲しもっていうのはそういうのを見るとなんかなく心がこんな世間のねあの清掃の中で暮らしている自分がまあ悲しもっていうのは悲しいって意味じゃないけどもうん,うん、あの辛いなというようなことを歌ったんですねつまり将軍として何を願っていたかということが 世の中はいつでも平穏でそれが続いてほしいちょうど磯辺でその砂をいつも船を引っ張っている漁師さんが日々同じことをなり合いを繰り返しているそれが当たり前のようになっているでもそういう姿を見るとああな自分の暮らしはなんていうことだっていうことです。なんてことだうん、うんまあ、つまり そういうのに翻弄されちゃった将軍だったということですよね。権力争いにそういうことか。もうあちこちで殺し合いが起きたり、最後は自分も殺されてしまったという,、ね、うはい。<ー>ここまでがね、今日サネ暗殺事件の実況見分と最後のまとめです。なんかすごいいいまとめでしたね。<laughs> なんかそうですか。でもまああの。 なかなか黒幕説っていうのはね、うん、あの誰かっていうのはもうやっぱね、うん、その時代に生きてないので断定できないんですけど、うん、この人かもしれないこの人かもしれない,いやこの二人かもしれないとかいろいろ考えるとまた何かこう、はい、違った視点で見える部分も出てまあ前回ちょっとさらっと流してしまいましたので、うん、今回はちょっと詳しく資料も紹介させていただいたということ、ね、でいす。